不労所得の作り方ということでいろいろとねお話が昔からあるわけですけども私は自分で不労所得っていうものを目指して作ってきましたあだから多分これね不労所得だと思いますで、えー、でも不労所得を作るまではむちゃくちゃゃく 作り込みましたあの労働しましただから不労所得なのかなまあ小労所得かなちっちゃい労働の所得かなという感じかなと思いますまあ吉田さんも今ね膨大な作業量やってきますんで不労所得ができても不労所得を作るためにむちゃくちゃ働いたみたいなことがあると思うんですよでこれをねなんか冗談みたいな言葉で楽をするためならどんな苦労してもいいっていうね <laughs> こんなパラドックスみたいな言葉があるんですよね <laughs> 面白いですねで今回テーマにあげたいのはっと、ね、私のところにメッセージを,をいただく中でね プラストークンっていうものがあるんですよウォレット型の要するにねこのスマホの中にウォレットって言って暗号通貨をあの入れておくアプリがあるんですよそのアプリにビットコインとかイーサリアムを入れておくと日利って言って金利がつきますよっていう話なんですよねでその代表格でプラストークンっていうのがあるんですけどもプラストークンがお金をたくさん入れていったら出金ができなくなったとトラブルばっかりだとか逮捕者まで出たみたいな感じで久保さんプラストークン大丈夫ですかってきますけども私プラストークンやってないです何回言ってもやってないですからね 誘、えー、誘わわれれたたののは2018年の6月ぐらいに誘われました3ヶ月ぐらい私のところに毎日いろんな方が来て「プラストークンこれから熱いですよ」と今のうちに久保さんエントリーしてそれから拡散してくださいみたいな感じで来たんですけども結局やらなかったんですよ。うん、でプラストークンはあの見方によっては不労所得ではあると思いますけども私はねやっぱりね 自分で作った不労所得なら信じるんですけども誰かが作った不労所得に乗っかる時点でその誰か作った誰かの不労所得に組みしてるだけで結局こっちは紹介とかね作業とか 情報を待つとかっていう労働を押し付けられてるっていうふうに考えるんであんまり魅力を感じなかったんですよねでプラストークンが今なんかねお金が出なくなったりとかトラブルに見舞われたりとかしてるみたいなんですよで諸説ふんふんあったりで動揺してる人に対してね情報弱者はすぐに動揺するよねっていうふうに傘にかかって自分が賢いふりをする人もいたりとかねするみたいで非常にね、あのー、気持ち悪い世界だなと思います。あのー、みんんな同じよううにプラストーっっっていうの参加したんだったただらそこでね叩き合ったり 足を引っ張り合うんじゃなくて少なくとも励まし合ったりとかねすればいいのになと思うんですけどもプラストークン参加者の中でもうそういう風に攻撃の試合があるみたいなねうん困ったもんだなと思いますよね。えー、でちょっとねそれを見ると私はあと1年ほど前1年以上前にそのコインチェックで。 資金が流出してね、580億だかネムが流出して、で、コインチェックがものすごく叩かれていたりとか、自分のお金はどうなるんだってことでね、またあの同じように足の引っ張り合いとか、お互いの叩き合いとか、コインチェックが悪いとかね、紹介したあいつが悪いとかっていう風になったりとか、暗号通貨インチキだとかね、結局参加者同士で足の引っ張り合いをしてるのが、気味が悪いなってところを思い出しました。そこにね、私はもう、なんかすごくね、違和感を感じて、いやいや、投資したんだから、預けたお金はなくなってもいいよと。 ああもっと言ったら自分の預けたお金で誰か被害者のね補填ができたりとか問題解決の費用に当たるんだったら全然使ってくださいよみたいな動画をね何回か放送したんですよまあそれだと思うんですよねなんか自分が乗ったものが自分が考えたようになってないからといって動揺する気持ちも分かりますけどもだからといって誰かを攻撃して状況が良くなるわけじゃないんですよねむしろ悪くなるんですよプラストークン危ないんじゃないの大丈夫じゃないのお金なくなっちゃうんじゃないのっていうふうにお金を預けた人自,、えー、自身 あの参加したい人自身が言ってしまえばもうすでにプラストークに参加する人がいなくなって本当にダメに向かうんですよだからそこをね理解しない人がたくさん参加してるてところにまあ本当の気持ち悪さがあるかなと思います資金は投げた時点で投資ですから資産がもう投げてるわけです資産を投げてるんでなくなったと思って10秒後にはなくなる <laughs> 余剰資金それでやるのがああいったね、あのー、い,まいまいちわからない投資だと思うんですよはっきり言ってプラストークの仕組みなんて誰もわかってないですからね 暗号通貨だって誰も分かってないわけですから、ブロックチェーンだって誰も分かってないんですよ。だからそういう世界に入って、普通の今まで投資なんかしたことなかった方、ビジネスで成功もしなかった方、資産を築いたこともない方が、そこにお金を預けてるわけですから、何の理解もできるわけないんですよ。これはお互いにですよ、お互いに。だから分かったふりをして放送してる人も、分からなくって動揺してる人も、まあ横一線同じなんですよね。これね、プラストークの参加者さんを、あの揶揄してるわけではないんですよ。 もっとドーンと構えて投資っていうのをやらないともうねちょっとしたことで内部崩壊するんですよで今回プラストークンのお話し,しましたけどもプラストークンにお金を預けていて不安になればなるほどもうプラストークンにさらに参加する人がいなくなって本当にダメになるんですよなんでこういうことをねやっぱり投資をする上で考えていかないといけないですしもし投資をまだするのが早いなと思ったら少なくともビジネスをマスターすることですよねあのまあ吉根さんのすごいところは あのきちんとね期限を決めてビジネスをしこぎりやっていくってことを決めてまさにそれをやり込んでいるってことなんですよ。 うんで一気にね一夜にして億万長者とかではなくてコツコツ積み上げたものによって不労所得に向かっていくとかね、えー、自分の将来の種銭作りに向かっていくとかしかもお客さん一人一人に丁寧に向き合って逃げも隠れもせずに一人一人の問題解決をやってるってことなんですよ。おじゃあねそういったプラストークにしても何にしても投資ごとに参加した人が一人一人の問題に向き合ってますかってことを考えるとそうではないですよね情報を待っているだけと。 悪い情報を自分で探しに行って、掴みに行って、こんな情報を発信してるが言いますけど、大丈夫ですかとか言ってね、あのね、ネガティブな情報をいっぱいいっぱい集めるのが好きなんですよ、不安になればなるほど。どういうことなんでしょうね。不安になればなるほど、いい情報にあの集まっていけばいいのに、まあ、こういうふうな精神力のよさでは、結局は勝てないんだろうなと思いますよね。まあ、今回、例にね、プラストオークンでの取りましたけども、プラストオークンは別に、 私分かりませんからね、参加してませんし、興味もないんで。だって、自力でお金増やせんのに、そんなプラストークに参加するこ、するわけがないじゃないですか、自力で作れるわけですから。えー、まあそういう形でね、えー、私は、あちょっとすいません、プラストークンのことについては何もアナウンスができません。えー、それはね、参加してる人同士でいろいろと話し合ってみればいいんじゃないかなと思います。えー、で、今回のインスタイサインのメッセージは、プラストークンが中心になっちゃいましたけども、よく分かんない方はね、検索しないでいいですからね。知らない方はずっと知らないままで OK だと思います。それより もう目の前のビジネス、自分の力道にチャレンジしていきましょうでは今回は以上です